東京の公園、田村敏子。私は東京に生まれて東京に育った人間だけれども、ちっとも東京を知りません。公園のことでも書きましょう。公園のうちでは、浅草の公園が私にとっては思い出が深い。それは、私が浅草の公園のそばで生まれて、そうして育ったからです。私の幼児は、あの公園でばかり遊び暮らしたようなものです。学校の人といえば、必ずお友達と一緒に弁天山へ行ったり、公園の山へ行って遊んだりしたものです。その時分の公園と、今の公園とは、だいぶ違います。第一、仲見世がレンガではありませんでしたし、活動写真などというのは一つもありません。見世物小屋といえば、生き人形か、手なしのべっぴんさんが足で行灯をつけて見せたり、裁縫をして見せたりする見世物か、そんなものでした。それが、ごく粗末な木造の小屋の中でやっているので、生き人形は、大抵際物を人形にこしらえて場面を見せたものが多かったのです。三面記事の中で世間を驚かしたような殺人とか、孝行とかいうような際物を早速人形にして見せるのです。それから、砂文字のおばあさんは私のおなじみでした。色の黒い、勝ち栗のようなおばあさんで、しわがれた声で、実によく喋ったものです。それが、いろいろな砂の絵の具を手に握って、絵を地べたの上に描くのです。赤や青の絵の具に砂を一緒に一つ手に握っているから、それがばあさんの考える通りな色が握ったままで流れ出てくるのです。これを、ちょいとこういう塩梅にし、などと言いながら、赤い絵の具を落とすと、それがサンゴのかんざしの玉になる。つる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 と腕を動かしていくうちに、打ちかけ姿の花魁が出来上がるといった風で、絵でも字でもうまいものです。それ、この通り。と、おばあさんが片手で描いた砂の絵を、片手で指さしながら、見物にこういった言葉や声が、そっくり私の頭に残っています。あれは筆を持っちゃあんなに書けないんだ、などと大人の言うことを私はよく聞いたものです。そうして見物が一銭や五輪のお足を放ってやると、ありがとうございます、ありがとうございます、とおばあさんは丁寧にお辞儀をする。大きな布の袋の中にその砂絵の具が入っているので、おばあさんは喋りながら袋の中に手を入れては砂を掴んで、またさらさらと地面に何か書く。その後、あの公園の見せ物は、娘手踊りとかいうようなものが多くなり、続いてこの頃では、あの通り活動小屋と連鎖劇小屋で、伝統の光がこうこうときらめき、建築といえば苔おどしの様式になり、隅から隅まで光の波で、目もくらめくばかりの騒ぎとなりました。今残っているもののうちで、懐かしいのは、池のそばの藤棚ぐらいなものです。噴水なんてものもなく、観音様といえば、鳩の領土。そうして、赤い大きな露天の日よけ傘が、敷石の傍らにポツポツと並んで、イチョウの木の寂しい三者様のあたりに、砂文字のおばあさんが見物の寄ってくるのを待ちながら、スパスパと真っ黒な手でタバコなど飲んでいる光景が、最も懐かしい浅草の公園として、私の記憶に残っているのです。その次に、私の一番親しい公園は、上野の公園です。これは、近頃私がこの公園の傍らに住み慣れて、町へ出るたびには必ず通り抜けなければならないので、一層近しい感じを持ったのですが、
昔も女学校時代にはお友達と始終この公園へは遊びに行ったものです。博物館の庭の中で一日遊んできたり、動物園の中で遊んできたりしました。ここも今とは違ってもっと寂しかったのです。それでもお友達とどこかへ遊びに行こうといえば、上野より他にはありませんでした。その頃は日比谷の公園もまだできていない自分です。それに運動会でもおなじみの多い公園です。今は秋の季節には展覧会でこの上野は最もにぎわいます。秋の上野もよろしいが、やっぱり上野は山中が花になる春がいいと思います。大花爛漫。どこへ行っても見事な大きな桜の木に花が咲き乱れているのは上野ばかりでしょう。他には何の木も交えずに、ただ黄樹ばかりに埋まっているのはここだけだと思います。吉野の桜も嵐山の桜も知りませんが、あれは松の青さが点滅するので風情を添えるのだという話です。上野の春は満目、ただ桜ばかりです。私はよく信仰に犬を連れて山へ行き、そうして桜の下のベンチに腰をかけて赤涼のうちの花を味わうことがあります。気分から言っては浅草の公園の俗的な遊びが主なのに引き換え、ここは図書館や博物館、動物園など学術的な準備が背景になっているので、高尚です。風景から言っては、桜を覗いてしまえば、上野の公園はつまらないところだと思います。清水の観音の方にはまだ風趣がありますが、権現の方はことにつまりません。どこと言って、特に愛称したいような純粋な風情のあるところがない。そこへ行くと、芝の公園は、一番自然の風景に秀でているようです。杉の定々としているあたりは、深山のような趣があって、峻厳な感じがあります。けれども私は、この公園へは、2、3度しか行っていません。上野よりも、樹木と樹木の間が狭窄していて、鬱蒼とした感じに打たれた暗い晩の記憶が、今でも私をそそります。今度は芝公園に親しんでみようと思っています。それから私の好きなのは深川の公園です。荒涼とした姿があって、過去の歴史をそのまま悩ましく保存しているような、哀れな、しかし懐かしい匂いがあります。いわゆる廃山の気分を持った公園はここです。日比谷は夏の夜に最も騒音したる公園でしょう。銀座の散歩からここへ回って、遠く繁華の日の繁栄を空に眺めながら、夜の木陰の宅の上で冷たいアイスクリームを飲んだり、アーク灯の光を浴びながら、とりどりに香りの高い花壇の花の周りを散歩したりするには、格好な公園です。現代的な空気の最も調和した公園はここです。初鑑賞の空にそびえた高層な建築の一端が、はるかにこの公園の背景になっているのも、一層現代的情緒を帯びさせています。いずれまた折を見つけて、東京の市街や景種について細かに書いてみたいと思います。今度は急でしたから、ただ思いついたままを、ちょっと書いたまででした。1917年2月。